ピロテリウムは、新生代前進予行期の南アメリカ大陸に生息したゾウに似た絶滅哺乳類。哺乳孔、カジュメ、ピロテリウム科の大型草食動物。学名は、火の獣の胃。重要な化石が火山性の地層から発掘されたことに、ちなむ命名。カジュメという木名の由来にもなっている。ピロテリウムの復元図より大型のロメロイ種は、 推定全長3から3.5メートル、体高1.6から1.8メートル、体重3.5トン、頭骨長約75センチメートル、頭蓋幅約40センチメートルに達し、小型の像や白菜に匹敵する。摂氏は上顎に対、下顎に1対ありその後ろにはすきがある。九氏は前後方向に平行する二つの畝を持っている。また、尾行の位置は、 かなり高く、象のような、長い花を持っていた可能性が高いとされる。首は短く、太く尊上の胴体、5本のひずめを持つ柱のような、太い足を持っていた。植生は、植物食であり、水辺の草や、木の葉などを花で蒸しって食べていたとされる。ロバート・ブルース・ホース・ホールによるピロテリウムの頭部、復元図ネのような牙、バクを思わせる、伸縮性の長い花、 柱のような太い足など身体的特徴が初期の化石像類、特にバリテリウムなどに酷似している。この生物を命名した古生物学者アメニーノも長尾類に分類していた。しかしこの生物は象の仲間ではなく南米大陸で独自の進化を遂げた夕日詰め類の子孫にあたるとも考えられたが、アルシノイテリウムによく似たピロテリウムの側根の骨を用いた調査では、 両目の関係を証明できなかった。ありがとうございます。